ください。予告で出てるけど、ちょっと床丼のシーンあるんですか。愛してるよ、愛してるよ、愛してるよ。待って、普通に一瞬ね、一瞬泣きそうだったわ。どうも、美少年です。今日はですね、はい、僕の初主演映画作、これが鳴るのは君のせいにかけたゲームをやろうと思います。僕が演じる有馬隼人くんと、はい、その有馬隼人くんに恋を寄せる篠原司ちゃんの物語なんですけれども、はい、その篠原司ちゃんの片思いが、はい、まあ、皆さん多分共感できることがたくさんあると思うんですね。そんな片思いと、そこから最後どうなるのかっていうのを、本当青春のキラキラ要素たっぷりに描いた作品となっておりますので、ぜひ映画館でご覧ください。ちょっと考えてることがありまして、みんなで映画を見ようと。お兄さん、ごめんなさい。いや、ちょっと待って。うわー、映画館でこんな喋るの。そんな胸が鳴るのは君のせいの主題歌、僕たち美少年担当させていただいて、はい、まあでもすごい爽やかな曲です。爽やかね。映画は僕たち今見れてないんですけど、うん、まあそんな映画の感じにあったね。すごい爽やかな。そうね、合いそうだよね。なんかそう、なんで青春パンにしてる。だからそう、胸キュン系ですぐにヤニヤしてる。恥ずかしくなっちゃってね。恥ずかしくなっちゃって。題して、はい、胸が鳴るのは誰のせい。誰だ。これは説明すると、はい、僕の胸を鳴らす1分間の間に誰が僕の心拍数を一番ドキドキさせれたかっていう。ボディタッチはなしということ、はいはい、それ以外ならもう何しても構わない、はい、映画では浮所があのキュンキュンさせる側なんだけど、今回ばかりは、今回ばかりは、なるほどね、しょうがねえな。だから映画にキュンキュン、ね、させてきたってことは、だからキュンキュンに関して厳しいってことでしょ。厳しく判断させていただきます。自信のほどはどうですか。いや、僕はだからジャッジがない。佐藤優也くん。まあ男をキュンキュンさせるって感じですけど、自信じゃないけど、どうですか。まあね、まあ余裕ですよ、僕。おー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 おお、どれにやってほしいことみたいな、なんかある。あ、なんもないね。あと、もう受ければいい。そう、受ければいい。ずっと受けてほしいわ。わかりました。スタート。なるほど、なるほど。もうね、言葉なんかいらない。めっちゃドキドキってる。見ることないから、そのじっくりない。めちゃくちゃドキドキした。いや、どうなんだろうな。もうちょっとドキドキしたもんな、ちょっと。はい、どうも、那須雄斗くん、いらっしゃいませ。自信しかない。おお、珍しいね、胸キュン系自信あるっていうの。まあ、胸キュンかどうかは分かんない。フリースタイルだ。なんかシチュエーション的にとか、その俺にやってほしい、なんか演技してほしいとか、なんかある。いや、一切ない。もう、うん、真剣にな、そう見てる。一切ないね。そうね、分かった分かった。トークしてほしい。オッケー、トーク、あ、トーク、話していい。もうトーク、そう、話す。トークスタイル。了解しました。じゃあ1分間スタート。ちょっと思い出してほしいんだけど、うん、胸が鳴るのは君のせいの、うん、初めてのその現場の撮影どうでした。ちょっと初めての、めっちゃ最初ね。ああ、
いや、確かにあの時は甘かったですね。なんか初めてだし、その真夏の少年はさ、みんないたからいいんだけど、男ジャニーズ一人で知らない人たちの前で、うわー、緊張するよね。そこだけは確かにちょっと自分でも緊張してる自分と思いながら。そうだね、大事な初日ですからね。予告で出てるけど、ちょっと床ドンのシーンあるじゃないですか。はい、あれちょっとね、どうですか、なんかね、どういう心境、なんか、いやー、キュンキュンしましたね。確かに、あれ結構大変だったんですよ、はいはい、結構カット割って撮って、まあ、もちろんそのね、そうやって写真とかも使われてますけど、結構距離近くて、はい、うん、確かに緊張しました。わあ、いいね、めちゃくちゃ、うわあ、マジか、はい、めちゃくちゃいい話聞けたなーこれ。いやーあー、でもね、うまいわこの作戦。この作戦うまいわ。その緊張した時だったりキュンキュンした時のことを、うん、あえて思い出させてキュンキュンさせてくるっていう。ファンの人も知りたいからね。知りたいエピソードね。チラッと見た時の数値びっくりしちゃった、高くて。どうも、はじめまして、美少年の藤井直樹です。はい、よろしくお願いします。自信はどうですか？ありますよ。意気込みというか。もうだって僕が歩くとみんなの心拍数が20上がるって。ほんまか。ほんまに。で、元から心拍数高い人はちょっとあんまり近づかない。いや、ばいね、それ。まあ、シチュエーションとしてはですね、はい、浮所女の子役です。あ、僕女の子役。女の子役で、お家でトランプして遊んでるよっていう。まだ付き合ってないです。わかりました。はい。スタート。さあ、ラスト1枚だね。緊張するね。いや、緊張するね。やっぱトランプだとね、なかなかこうドキドキしちゃうけど、どっちかがね、ジョーカーだから。そうだよ、うん、どっちかがハートの5。分かった、絶対私勝ちたい。いけるかな、こっち。いくよ、いい、うん、見ていい？愛してる、僕と付き合ってください。僕と付き合ってください。もちろんです。ダン。なるほど、はい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 、これは、うん、新しいよ。新しいんだ。新しい。嘘。トランプをまず小道具として使ってくるっていうのポイント高いし、おー、まさかの告白メッセージが書いてあるっていう、凝ってますね。もしこれが先にジョーカーがウキコちゃんのとこに行ってたらもうおしまいですけど。確かになかなかないシチュエーションですよこれ。こんにちは、岩崎大将です。よいしょ。いや、だから今、まあ、みんなやってきたと思うけど、俺多分ニュータイプだなと思う。ほぉ、これ期待だい。まあちょっと始まったらちょっと今指示するんで。なんで始まってからなのよ。お願いしますよ。あ、もう本番一発勝負的なこと。そう、楽しみにしてほしいから。スタート。あの、はい、愛してるって言ってください。愛してる。いや、もっと真剣に。愛してます。本当にもう今までもうね、この6年間分の愛してる好きをいっぱいちょっとたくさん言ってほしい俺に。愛してる。1個ずつもう気持ち1個ずつ込めて愛してる、たくさん言って俺の目を見てもう恋をして。愛してる。愛してる。愛してるよ。愛してる。愛してる。ずっと愛してる。ずっと言ってて。愛してる。愛してるよ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 。愛してる。愛してる。愛してるよ。愛してる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 。え？待って、これさ、俺がキュンキュンさせるの？これ。何？なみんなは今まで仕掛ける側だったと思うんだよね、はい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 、多分。俺は逆に浮所にやらせて、こういうのってやっぱ言ってる側もやっぱこう恥ずかしくなるというか、そういう感じがあるじゃん。なるほど。そう、こういうの、まあ、その映画の撮影の時もそうだけど、恥ずかしがったら負けなんですよ。なるほど。だから本当自信持ってやるっていうのは僕自身ずっと思ってることなので、そこはね、自信持ってずっとやってたんで、俺は恥ずかしさはなかった。
はい、金指でーす。こんにちは。いやー、緊張してます。結構みんなパターンあって面白いよ。なるほどね。僕は今回も女の子かな。あ、金指が女の子。はい、僕は女の子でいきたいと。あー、ちょろしい、はい、はいはいはい。浮所くんに向けて、いきたいと。なるほどね。そうっす。いや、なんか実は前からずっと思ってたことがあって。何？うん、めっちゃかっこいいなと思ってたの、素直に、シンプルに。で、やっぱりただかっこいいだけじゃなくて、そのジャニーズとしてのそのキラキラ感とかもすごい好きなんだけど、それ以外にやっぱりまず秀才、頭がいいところ、すごい良くて、で、頭の回転も速くて、いつも美少女のことをまとめてくれてて、すごい、本当にそこはすごい感謝してて。で、しかもそれ以外にもアクロバットとか乗馬とかテニスとか、もう結構いろんなこともできて、すごい器用で、運動神経もいいところ、本当にすごい、そこはめっちゃすごいなと思ってます。で、やっぱり自分が一番思ってることは、浮所くんのことをめっちゃ尊敬してます。はい、なんでこれからも僕のね、先輩で、しかもお兄ちゃんに、ね、よろしくお願いします。待って、普通に一瞬ね一瞬泣きそうだったわ。そんなこと面と向かって言われたの初めてかも。初めてですね、確かに。緊張するんよ。いやー、あんま一方的に喋んないから。嬉しいわ、なんか普通に嬉しいっすね。よかったっす。シンプルに嬉しかった、めちゃくちゃ。いや、響いててくれるわ。めちゃくちゃ嬉しかったです。でしょうね。でしょうね。いや、やっぱ思い出させるっていうのはちょっとずるかった。なるほど。見たいな、スクリーンで。ね、ジャッジメントしてると。心拍数上がってる？上がってる。ちゃんと集中してみなさい。衣装だけは唯一平常心でいられたね。やっぱりね、ずっと本当とてもキュンキュンする映画だなと、はい、ぜひ片思いの心の背中を押すことができるような作品になっていれば嬉しいと思いますので、はい、改めまして6月4日からです。美少年の主題歌とともに楽しんでください。劇場でお願いします。お願いします。